山本隆之は、日本の国土交通議官。国土交通省北海道開発局長や、国土交通省北海道局長を経て、岩立崎建設取締役会長、ツールド、北海道協会理事長、北海道経済連合会副会長。1973年北海道大学大学院、工学研究科土木工学専攻修了、北海道開発庁入庁。 1981年北海道開発局建設部道路計画化開発専門官。1983年北海道開発局帯広開発建設部道路課長。1984年北海道開発庁企画室開発専門官。1988年建設省四国地方建設局香川工事事務所長。 1990年建設小道路局国道第一課特定道路専門館。1991年北海道開発庁地成果開発専門館。1993年北海道開発庁地成果事業計画調整館。1995年北海道開発局札幌開発建設部次長。1996年北海道開発庁計画館。 1998年北海道開発調知成果庁。1999年北海道開発局旭川開発建設部長。2001年国土交通省北海道開発局事業振興部長。2002年国土交通省大臣官房審議官。2003年から国土交通省北海道開発局長を務め、循環型社会形成などを重点政策として、 進めた。2004年国土交通省北海道局長。2005年北海道科学技術総合振興センター、3よ。その後、岩立崎建設代表取締役副社長を務めていたが、2018年に関広之と入れ替わる形で退任して、岩立崎建設取締役会長に就任した。2019年北海道経済連合会副会長。 この間、ツールド、北海道協会理事長、北海道い、e、いバイク普及推進協会理事等も、歴任した。ありがとうございます。